千葉県などが主催する千葉アクアラインマラソンは1万5000人のランナーが木更津市や周辺の町を走る初めての大会で今年10月に開催される予定です実行委員会はきょう千葉県民の参加枠を確保することや海外からの参加者を募集することを決めましたアアクララインマラソン、マソ高速道路が止まり、海の上を ランナーバーッと走るわけですが、まさにです、ね、もう大海原、みんなで、ね、盛り上げようと、大会当日は、朝から通行止めになったアクアラインを、ランナーが駆け抜けるということです。